ジョシュニアットはアメリカ合衆国の俳優。1981年、フロリダ州ハリウッドに生まれる。母親は不動産仲介業者で、義理の父親は投資アドバイザーをしていた。両親ともにユダヤ系の家庭で、父方はアフガニスタンからの移民だった。フロリダの大学へ進学し、ペンシルバニア州にある芸術学校で演劇を学ぶ。2002年あたりから活動を開始し、 2005年にはドラマ ER 緊急救命室へも出演。後にケーブルチャンネルのコメディセントラルで放映されていたテレビ番組ザ・デイリー・ショーの特派員として出演し人気を得て2009年にレギュラーに抜擢された。同時にケビン・スペーシーら出演のラスベガスをぶっつぶせなどの映画などへも出演を重ねていったほかブロードウェイ舞台へも進出して 役者としての地位を確立した。近年では役柄も大きくなり、ケビン・ハートと共演したコメディ映画、ベストマンシャイハ花ムこと、壮大なる悪夢の2週間単あたりからは主役を演じている。2013年にディズニー映画、アナと雪の女王のオラフ役を務め、第41回アニー賞声優部門を受賞した。ありがとうございます。